You're part of this too. Hands up! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. ウォッチモジジャパンへようこそ。今日はロングハロウィンとザ・バットマンの違いトップ10をカウントダウンします。Bruce Wayne is the Batman? このランキングでは影響力のあるダークナイトの物語とマット・リーブス監督の映画のプロットポイントやキャラクターを比較します。2022年のザ・バットマンはロングハロウィンの直接の映画化ではありませんが、この物語は非常によく似ているので違いを比較することでより物語を楽しむことができます。どちらも主要なプロットをご紹介しますので、ネタバレにはご注意ください。あなたはどの違いに一番驚きましたか？コメントお待ちしています。第10位、違う犯罪者が暴れまくる。2022年のザ・バットマンではリドラーはまるで獲物を静かに狙う肉食獣のように腐敗した人間や悪党を飼っていきます。 Let's play a game. Just me and you. ゴッサムを一掃するという歪んだ使命に集中しながら綿密な計画で誰よりも一歩先を行きます。原作のロングハロウィンにはリドラーが登場しますが、全ての事件の首謀者ではありません。ホリデーと呼ばれる謎の悪党が父の日、聖パトリックの日などことあるごとに人々の命を奪っていきます。この恐ろしくも狡猾な敵役の動きはバットマンですらついていけないほどです。2つの映画化作品で悪役は異なりますが、どちらもその犯罪でゴッサムを震撼させています。 It's Labor Day and if the pattern holds I believe you have something holiday wants。 第9位、ジョーカーにスポットライトは当たらない。 Anywho、I just popped in to say, if you hear any news about the holiday investigation, I'd like you to pass it my way. ロングハロウィンコミックでは、謎の悪党が殺戮を繰り返していることに、犯罪界の道化師ジョーカーも感心しています。ジョーカーがホリデーを永久に黙らせて、ニュースサイクルを支配しようとします。バットマンが介入する前に、ジョーカーが悪党を倒そうと必死の形相で挑みます。What are you trying to prove with this stunt, Joker?それに比べてザ・バットマンのジョーカーはずっと冷静です。リドラーの暴挙を止めようとは一切しません。それどころかアーカム・アサイラムに収監されている時にこの怪しげな悪党と親しくなりたいと強くほのめかします。しかしリドラーがもっと報道されるようになればジョーカーは友人に怒りを爆発させるのではないでしょうか。 Oh, you adorable foolDon't you know by now? I'm just like you! We both love a good puzzle! 第8位、セリーナ・カイルはブルース・ウェインと知り合いではない。We've never spoken of it, but the truth is that you and I are two different people. ブルースは普段、自分の身近な人以外とは距離を置いていますが、セリーナ・カイルはそれでも大抵彼と親しくなります。ロングハロウィーンの物語では、2人は戦いの場以外でも共に過ごします。ブルースの純粋な気持ちと2人のロマンチックな関係を見ていると、2人はこの先もうまくいくかもしれないと思うほどです。しかし映画の中のバットとキャットはそう簡単にはいかなさそう。 Maybe we're not so different. Who are you under there? バットマンはセリーナの前ではマスクを外さないので、彼女は厳密には本物のブルースと顔を合わせたことがありません。徘徊中にしか一緒に過ごさないにもかかわらず、2人の間にはロマンティックな雰囲気がありました。もしかしたら今後の映画でお互いの前でガードとマスクを下ろすことになるかもしれません。 The bat and the cat. It's got a nice ring. New friend of yours? 第7位、サルバトーレ・マロニが邪魔をしない。当初映画版でサルバトーレ・マロニが逮捕されたことは素晴らしいニュースのように思えました。しかしこの勝利は警察の腐敗と怪しげな取引によって達成されたため、怒ったリドラーは大量の悪事を暴こうと暴れ始めます。I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. マロニは物語の中では刑務所にいるため、リドラーが引き起こした混乱と殺戮を回避することができました。しかしコミックでは物語の大部分を通じて彼は自由の身です。彼の行動は別の悪役を生み出すことにもつながっていきます。What happened to your friend's face, Maroni? Nothing. What happened to yours?マロニはコミックでは間違いなくもっと目立っていました。しかし映画では顔は見えませんが、影のプロットでは重要な役割を担っています。 I know. Guess I'm lucky. No. He let you live. Why? 第6位、リドラーの命はそれほど危うくない。The Riddler.
Batman's asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came.私たちがコミックの中で会ったリドラーはスクリーン上の彼よりもずっとふざけた存在でした。この不可解な悪党は怪しげな会合を終えた後、凶悪なホリデーの前に立ちはだかります。リドラーの命は彼らがエイプリルフールに出会ったからこそ助かったのです。映画版のリドラーはコミック版のリドラーに首をかしげるでしょう。 What's black and blue and dead all over?ポール・ダノ演じるリドラーは他の悪役に銃を突きつけられることがないだけでなく、常に完全にコントロールされています。彼は警察に捕まり、特定の時間にアーカムに送られ、致命的な洪水から逃れることができるよう計画しました。ダノが演じるリドラーはロングハロウィンのリドラーよりも明らかに有能で威圧的で狡猾になっています。 I've been trying to reach you. Find the gun! 第5位、ファルコーネはウェイン家とより複雑なつながりがある。Your son needs to be in a hospital. Where Luigi Maroni could find him and finish the job? No. Dr. Wayne, please. Carmine is my only son. ロングハロウィーンでもバットマンでも、トーマス・ウェイン医師はかつて邪悪なファルコーネの命を救っています。二人の著名なゴッサム人の間のつながりは、コミックではブルースを一時的に法的な問題に巻き込みました。しかし、映画ではこの裏話にもっとダークな話が隠されています。Riddler's latest. It's all about the Waynes.If we don't stand up, no one will. 映画ではファルコーネの命を救ったトーマスは記者に口止めをするよう説得するように依頼しました。彼はそのためには記者を殺害するのが一番だと判断します。トーマスがこの犯罪を暴くと脅した直後、彼と彼の妻はかの有名な路地裏で最後を遂げます。ウェイン夫妻の死の背後にファルコーネがいたかもしれないという暗示は、このギャングがバットマンを生み出した間接的な責任も示唆しています。 All these yearsYou lied to me, Alfred. We all have our scars, Bruce. You're still away. 第4位、ファンタジックな悪役は登場しない。If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. パティソンのブルース・ウェインはこれまでスクリーンに投影された中で最も現実的で地に足のついたゴッサムの中に存在しています。ですから、ロングハロウィーンの悪役を何人か登場させても間違いなく場違いな感じがしたでしょう。巨漢のソロモン・グランディは原作では大きな敵役でしたが、彼のゾンビのようなバックストーリーは映画では少々ファンタジーすぎます。ポイズン・アイビーもまたその強力な植物能力を使ってブルース・ウェインの決断に影響を与えるという重要な役割を担っていました。 This isn't you, Bruce. She's controlling you somehow. Oh, hell. Sorry. しかしその植物の力もこの映画の世界観には合わなかったのでしょう。このファンタジックな悪役の名コンビを見ることはできませんが、コリン・フェレル演じるペンギンのように優秀な悪役が長く登場することで彼らの不在を補っているのは間違いありません。 I got you! I got you!第3位、セリーナ・カイルが親子関係についてよりオープンに話す。 Why are you trying to hurt Falcone? Well, why are you? It's not personal, sweetheart. It's justice.Justice can be personal, sweetie. ロングハロウィーンの話の中でバットマンはキャットウーマンがファルコーネの資産や彼自身が関与している時に現れる彼女の習性に気づきます。しかし彼女はどの時点でも自分の動機を完全には説明しません。映画ではキャットウーマンがファルコーネとの不穏な出会いを経てファルコーネへの執着を全て白状します。感情的な語り口で彼女は彼が自分の本当の父親であることを明かします。 Your fatherAre you sure? When the time comes, I'm not sure I'll have it in me to ask. セリーナの母親が亡くなった後、ファルコーネは子供を完全に無視し、娘に自殺させる道を選びました。キャットウーマンと悪名高い犯罪組織のボスの間にある家族的なつながりが、二人のやり取りをより緊張感のあるものにしています。まだファルコーネに報いを受けさせるために、セリーナが必死になる動機づけにもなっています。セリーナ、don't throw your life away. Don't worry, honey. I got nine of them.第2位、バットマンはハービー・デントを信じない。Ah, good. This is District Attorney Harvey Dent. Bats? Dent? この2つのバットマンのプロットで最も大きな変化の一つはハービー・デントに関することです。原作ではこの地方検事はゴッサムのあらゆる犯罪者を裁くことを望んでいました。ファルコーネからホリデーまで人を傷つけることを止められるなら規則を曲げることもいといません。
デントが限界に近づくにつれ、盟友のバットマンとゴードンは彼が後戻りできない地点に到達しないよう最善を尽くしました。 I can't really be a lawyer and a criminal, can I? I want to win. But do I want to win like this?2022年の映画では地方検事を筋書きから完全に排除しています。デントが省かれたのはアイコニックなダークナイトで、このキャラクターが似たようなバージョンで描かれたからかもしれません。ザ・バットマンにこの地方検事が登場すれば面白いことになったでしょうが、彼を排除することで映画に独自性が生まれました。 It's not about what I want. It's about what's fair. You thought we could be decent men in an indecent time.1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、誰がファルコーネを倒すか。 I'm here to thank him for giving me a new outlook. My God, Harvey.ロングハロウィンでサンに傷つけられた地方検事は闇落ちし、ツーフェイスというもう一つの名を持つようになります。デントは最終的にファルコーネを見つけ出し、この悪党にきっぱりと終止符を打ちました。この映画ではキャットウーマンがファルコーネの命を絶つ寸前まで行きましたが、最終的に引き金を引いたのはリドラーでした。この謎の多い悪役はファルコーネを殺害する長期的な計画の一環として、ハロウィンに暴力沙汰を始めたことを後に明かしています。 It can be cruel, poetic or blind. But when it's denied, it's your violence you may findリドラーもトゥーフェイスも犯罪の動機は様々です。しかしどちらの物語でも最初の犠牲者が出た時点でファルコーネの運命は決まっていたのです。ハロウィンの日に Let me help you. No. No. いかがでしたか。ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。